こんにちは、金黒です。インスタ365は 20g でスナップ動画を撮るのに最強なカメラでした。金黒レビューチャンネル。2019年は360度動画を撮るのに目覚めた年でした。それまでもリコーシータを使って360度の静止画や動画は撮影していたんですけど、2019年買ったカメラインスタ36001X を購入して完全に360度動画に目覚めました。このカメラのいいところは、360度でずっと長回しで撮影した後にスマートフォンやタブレットで好きなアングルに編集し直すところがかなり使い勝手が良く、2019年買ったカメラの中で今現在は一番気に入って使っています。この後 GoPro の GoPro Max も同じ360度撮れるカメラとして買ったんですが、2019年12月末現在ではまだ予備のバッテリーを複数個買うことができずに、私は360度動画を長回しで撮影したい関係もあって複数個バッテリーを購入したインスタ36001X を多用して使っています。そんな360度動画を撮るのを目覚めさせてくれたインスタ360が作ってる、今度はスナップを撮るためのカメラ、インスタ360GO、 こちらのカメラ今月12月末に買ったんですけど、このカメラ使ってみたらスナップ動画を撮るのにかなり使いやすいいいカメラでした。実際にこのインスタ360GO を使ってみてどんなところが気に入ったのか、今回はご紹介していこうと思います。金黒レビューチャンネル。インスタ360GO 一番気に入っている点としては、なんといってもこの軽量コンパクトなところで、 20g のボディでこんなに指の第二関節と同じぐらいの大きさでコンパクトなカメラ、動画をバンバン撮影しても撮影している時に周りの人に圧迫感が少ないっていうのがこのカメラの一番いいところだと思います。一番よく多用しているのがこんな感じで服にくっつけて動画を撮影するっていうシーンが一番多いんですけど、これは今これ付属されてたこのネックストラップ、こちらマグネットでパチンとくっつくようになってるんですが、こんな感じで服を通してパチンとくっつけても全然歩いてても安心感あって、この撮れそうな感じがなく撮影できるところが一番気に入っています。まあ、ここで実際は動画でハイパーラプス撮影しているときは少しランプがピカピカついてるんですけど、それでもこのボリューム的にカメラとしてかなり小さいので、動画を撮影して周りの人に圧迫感はかなり少ないと思います。今ハイパーラプスで動画を長時間撮影している状態なんですけど、今この LED が点滅しているの見えますか？もう少しアップしてみるとこのような感じで LED が点滅している状態、この状態は今ハイパーラプスで動画を撮影している状態です。実際、まあ、こういう感じで服につけると何かついてるなとは周りの人思うとは思うんですけど、カメラを身構えて動画を撮影しているのに比べると圧迫感は少ないと思います。そんなハイパーラプスで動画を撮影した様子がこんな感じです。インスタ360のハイパーラプスの動画いかがでしたか？ GoPro のハイパースムーズに比べると確かにスムーズさはなくて、
少し荒い感じの映像にはなっていると思います。ただ早回しの映像なので、こういう荒さがあっても私個人的には十分に使える映像になっているというふうに思いました。また今のはこれ使い方として、電源を長押しして入れた状態で1回タップすると写真になって、2回タップすると先ほどのハイパーラプスになって、3回カチカチカチと押すと今度はスローモーションになるという設定で、これが基本の設定で、これはアプリでタップする回数変えることはできるんですけど、一番よく使う使い方としては、電源が入ってない状態でポチンと押すと、最初標準のデフォルトでは30秒間動画が撮影されます。それもソフトのアプリケーションの方で15秒や30秒や1分、この3種類を選べるようになっているんですが、今私は標準の30秒で主に撮影しています。一番このスナップ動画を撮るのは、このポチンと電源が入ってない状態で1回押して30秒の短い動画を撮るっていう使い方が一番このカメラには向いてて、そんな一番よく使ってる撮影方法で撮影したのがこちらの映像です。確かにこの小さいボディなので、暗いシーンでのノイズがたくさん乗ったり、また明るいシーンでも解像度が高いとはとても言えない映像だったり、かなり広角の範囲で映るので円形に樽型に歪んだりと、この小さいカメラならではのどうしても性能を犠牲にしているところはあると思うんですが、それよりも気軽にパチンとスイッチを押すことでスナップ動画が撮れるっていう方が私にとっては魅力的なカメラです。そういう生活のシーンだったり、ちょっとしたスナップ動画を撮るのにはかなり私個人的にはこの解像度やこの映像のクオリティで気に入っています。他にこのインスタ3605の気に入っている点としては、まずはこの撮影して使った後にここにパチンとくっつけることによってまた簡単に充電するっていう方式、まるで最近のワイヤレスイヤホンのようなこういうケースで充電するっていう、ここがモバイルバッテリーになっている使い勝手、これを使うことによって1日200枚の簡単なスナップ動画が撮れるっていうのもいいところです。他にも一緒に買ったものの中で、これケースは別売りなんですけど、
アクセサリーが豊富に一緒についてたのもいいところで、例えばここクリップとしてここに服に引っ掛けて使う、または帽子に引っ掛けて使うっていうこのクリップだったり、そしてこちらのものはここにパチンと入れると後ろがまだこれ使ってないのでシール貼ったままですが、ここガラス面などにくっつけて動画を撮影するっていう使い方だったり、またこれ買ってから気がついたんですけど、この後ろのこの貼り付ける部分はこれ取り外すことによってこのネジの部分、この後ろのネジの部分なんですけど、ここのネジ穴の大きさが一般的な三脚のネジ穴と実は一緒だったんですね。これかなり後で買ってから気がついたんですけどいいなと思いました。これ三脚に立てて動画を撮影するのにもこの使い方かなり使えるんじゃないかなというふうに思いますし、これ自撮り棒としてこんな感じで、こちらは、まあ、マンフロットのこう小さいこういう三脚なんですけど、こんな感じで撮影する使い方もいいんじゃないかなというふうに思います。そんな感じで、うん、この 三脚で使えるっていうのもこのインスタ3605の気に入ったところで、今後はこのカメラかなりスナップ動画としてバンバン撮影していこうと思っています。今回は気軽にスナップ動画が撮影できる小型のインスタ3605をご紹介しました。今後はこのインスタ3605を使ってスナップ動画でビデオブログバンバン上げていきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。